はい、こんばんは。えー、本日この回はですね、えー、総選挙の結果、自民党公明党でですね、えー、与党が過半数割れをいたしました。えーえー、過半数233にですね、及ばない215議席という結果になりました。まあ、この結果ですね、えー、これはね、えー、与党の政権運営っていうのは非常に厳しくなりましたよね。うん これとにかく、野党側のですね、一部でも味方に引き付けない限りですね、えー、法案も通らないし、予算も通らないということで、まあ、野党をどうやって引き込んでいくかというですね、そういうところにですね、この石破政権の,、えー、この命運がかかるまあそういうような体制になりましたね。うん。でね、えー、これ今、このですね、与党がね、 事故が負けた、この原因ですね。これ考えるとね、えー、石場さんそのものにはですね、えー、この何ていうかな、あの、深いところを探ってみると、石場さんそのものには責任はないんですね。これはね、あの、一番責任があるのは、えー、まあ、どういう情報を見てもですね、僕に入ってきた情報をですね、総合しても、 森山幹事長ですね。森山幹事長に全責任がありますね。うんまあ、とにかく、ものすごい下手を打ちましたね、森山幹事長ね。うん、でね、えー、その総選挙の結果を受けてですね、えー、小泉慎次郎選挙対策本部長はですね、えー、辞任しましたね。 だけど本当にですね、辞任すべきは森山幹事長なんですよね。最大の責任者ですね。だけども、これね、石破さんはね、森山さんを切れないんですね。切れない。<laughs> うん、えー。これどういうことかというとですね、これ当面ですね、政局がね、どういうふうに動いていくかというですね、非常に難しい局面になるんですね。えー、11月11日からですね、 4日間の日程で特別国会が開かれるんですね。そこでですね、この総選挙の結果を受けて主犯指名があるんですね。まあ、要はその首相を決めるということですよね。その選挙ですね。なので、えー、もう多数派工作をしなければいけないわけなんですよね。自民党、公明党では215議席しかないので、過、え、半、ー、数233に届かないのでね。 うん、多数派工作をしなければいけないということなんですよね。そして、野党側にはですね、野党側には、えー、立憲民主党でね、小沢一郎さんがいますので、これはね、そういうような多数派工作にかけてはね、まあ小沢一郎さんのこの、なんていうかな、手腕っていうのはものすごいものがあるんですよね。うん、細川連立政権をね、えー、1993年にね、 え、成立させた、その手腕ですよね。うん。で、これに対抗するにはですね、もちろん森山幹事長ではね、対抗はね、できませんけども、ただね、あのー、森山さんはね、この与野党に、その顔が効くんですよね。えー、このね、森山さんの特徴ってのは何かといえば、政界をね、政界の遊泳術,術というか、 この日本の政界をねこの、いろいろ顔をつなぎながらですね、泳、え、ぎ、ー、渡ってきたということで、えー、顔が広いんですね。うん、ねなので、えー、ここはね、もう森山さんのね、その顔の広さに頼るしかないと。まあ、そういうようなね、判断なんですよね。うん、森山さんに代わるような、えー、そういうね、その与野,野党にパイプを持った人は、 まず見当たらないというね、そういうね、人材なんていうかな、そういうことなんですね。うん。で、えー、これはね、えー、じゃあね、石破、ああ、石破内閣はですね、石破政権は、えー、野党のどこにですね、えー、この渡りをつけてね、味方に引き入れるかということで,で、これはね、前にも言いましたけど、これはね、国民民主党なんですね。 うん、国民民主党。えー、これはね、まあ,あ、この前の動画でもね、えー、説明しましたけど、えー、国民民主党の代表のね、玉木雄一郎さんはですね、まあ、表向きはね、あのー、これはね、あのー、連合は組まないとい。連合政権には入らないとい。というふうには言っているんだけども、パーシャル、ね、連合ならばですね、まあ、これを受けてもいいと。そういうことをね、 あの、今、非公式というかな、周りの人にはもう言ってるんですよ。ね。そのことはね、あの、情報網を通じて僕の、僕の耳にも入ってきてるんですね。うん。なので、石破政権はですね、この主に国民民主党とね、パーシャル連合を組みながらですね、これ、特別国会のね、後の臨時国会ですね、これをなんとか乗り切りたいというふうに考えてるんですね。うん。 まあ、パーシャル連合っていうのはね、これは、あの、お分かり、お分かりのようにですね、まあ、部分部分連合を組んでいくということですね。まあ、全部の連合を組むというのは、例えば自民党と公明党のように、もうこれは政権を作る。連合をすると。全部の連合ですね。それに対して、パーシャル連合っていうのは、例えば法案ごとにですね、えー、まあ、その法案は、いいよね、ということで、お互いに合意してね、そこは連合を組んで、そしてそこはもう賛成票を投じると。 いうことですね。まあ、これ予算も同じですね。予算も、えー、これ補正予算を作ってね、えー。で、その補正予算が、例えば国民民主党の望み通りのものがね、えー、いろいろ入っていたとすれば、まあ、それはなかなかいいよね、ということで、その補正予算に賛成すると。というようなことですね。これがパーシャル連合なんですね。まあ、そうやってですね、えー、この臨時国会ね うん、これを年内の臨時国会、これをなんとか乗り切りたいと。まあ、というようなことなんですね。だけども、これはね、正解はね、一寸先はやめなんですよね。どうなるか、これはわかりませんね、またね、うん。この石破政権としては、もう本当に白票を踏む思いでですね、えー、一つ一つこなしていかなければいけないということなんですね。うん、でね、中期的には、 最大の山場はですね、来年の参議院選挙ですね。うん、参議院選挙で、まあ、どっちが勝つかですね。まあ、今のね、えー、状態でいけば、これ野党が勝って、えー、そしてね、えー、まあ政権交代にですね、本物の政権交代に非常に近づくという形になりますよね。だけど、その前に、このですね、臨時国会、これ11月にね、まあ、開かれることになると思うんですよね。 うんうん、そしてこの補正予算をね、審議するわけなんですよ。それから、来年のね、1月から始まる通常国会ですね。この2つですね、どうやって乗り切るのかということですよね。まあ、さっき言ったように、国民民主党とパーシャル連合を組みながら、一つ一つ,つの法案、そして予算案、これを通していくと。そういうね、ことをやるんだけれども、やっぱりね、他の野党をね、 立憲民主党をはじめですね、他の野党が指を加えてその様を見ているわけはないんですね。うん。じゃあ他の野党は何をやるかといえば、当然のことながら、えー、内閣不信任案ですね、石破内閣不信任案を出すわけなんですよ。ね。そうなった場合、どうなるかということですよ。ね。うん。こ野党はね、やっぱり内閣不信任案については、 え、これ乗ると思いますよ。ね。国民民主党がどうなるか分かりませんよね。そして最大の鍵はね、自民党のこの反石破連合ですね。要は高市麻生連合ですね。これがどう出るか分かりませんよね。うん。えー、これがね、例えば棄権するとかね、ということになれば、えー、これ不信には通っちゃいますからね。うん。 不信任案が通って成立する、成立すれば、えー、これ内閣は総辞職する。あるいは、えー、解散して総選挙する。どっちかしかなくなるわけなんですよね。そうすると、例えばこの臨時国会12月ですね。ここでも、まだわかりませんよ。ね。石破内閣総辞職するか、あるいは、えー、解散総選挙ということも考えられなくはないんですよね。なのでこれはね、まだまだ、 まだまだね、あの変動がありますね。うん。そしてね、あのー、今回ね、あ今回ですね,ね、一番最初に言ったようにですね、小泉慎二郎さんがね、うん、これはね、総選挙敗北の責任を取ってね、うん、選挙対策委員長をね、辞任しましたね。うんまあ、その時のね、この、 小泉さんがね、この記者団に語った言葉というのはね、またこれもね、ちょっとね、ちょっとした話題を呼んでるんですよね。うん、これは得意のね、同義反復をね、またやっちゃったんですよね、うん。職を自すという辞表を提出しました。っていうね。うんまあ、辞表っていうのは普通ね、職を自すというふうにね、その意味合いですよねで。なんでここでね、二つ重ねるのかなっていうね、ことがありますよね。 食を辞すという辞表を提出しましたっていうね。あそういうね、食を辞すと書いてない辞表ってあんのかなっていうね、<laughs> こともあると思いますよね。あねこの、小泉慎次郎さんの同義反復ってうのはね、あこれは、まあ、最大に面白いのはね、あのー、今日が誕生日なんですかそうですか実は僕も誕生日に生まれたんですよっていうね、同義反復ありましたよね。 うん。ね。まあ、それとかね。今のままではいけないと思います。だからこそ、日本は今のままではいけないと思っています。とかね。まあ、そういう道義反復ね。小泉慎二郎さんの特徴なんですよね。うん。これね、会議なんかでもね、これ道義反復やってるんでしょうかね、これね。うん。これよくね、この選挙前にね、総選挙対策で、ね、小泉慎二郎さんとね、 石破さんと森山幹事長でね、三人でやってましたよね、うん。こういうね、道義反復をね、やっぱりやってるんでしょうかね、これね。うんねまあ、そしてね、そういうね、言葉を受けながらですよ。ね、森山さんがね、やべ、これはね、まあ、とんでもないことをしでかしちゃったわけですよね。まあ、一つは、この、超スピード解散ですよね。うんまあ、これはね、実を言うとね、あのー、 石破さんをね、支えているね、えー、菅さん、菅派、それから岸田派ね、それから二階派ですね。これはもう事前のシナリオでですね、そういうシナリオを作っていたんですよね。もう超スピード解散しかない。これは小泉一新次郎さんがね、首相になると。その前提で作ったシナリオだったんですよね。うんねだけども、これはですね、石破さんが首相になっちゃったんで、ね。 だけども、このシナリオを変えるわけにいかないんですよね。うん。これ、財務省なんかもね、もうこう、なんちうかな、もう準備それでしちゃってるんでですね、えー、変えるわけにいかないということなんですよ。そして、その森山さんがね、これはまあ、変えるわけにはいかないということでね、うん、石破さんをね、まあ、説得したわけなんですよね。うん。だけどね、この超スピード会社さん、これね、すごくね、まあ、不評ですよね。うん、不評ですよ。これ、投票権とかね、 なかなか来なかったじゃないですか。間に合わなかったわけですよね。うん。そのぐらいね、なんていうかな。まあ、あのー、ちょっとね、スピード違反っていうかね、そういう感じでしたね。うん。ね。で、それについてね、やっぱりね、不評であるし、これは石原、石破さんに対するね、人気がすごく落ちましたよね。総裁選でやってることだね、言ってることと違うじゃないかっていうことですよね。うん。そしてね、 えー、その森山さんのね、その最大のミスというのはね、この、ね、裏金、ねえー、非公認議員に対してですね、えー、公認料とね、同じ2000万円をね、えー、密かに配ってしまったと。このことですね。これ森山さんの大ミスですよ、これね。大ミス。ね。うん。これどうもね、石破さんは知らなかったんじゃないかというね、 そういう情報もね、僕の耳に入ってきましたね、これね、うん。もし本当にそうだとすれば、これ本当にね、森山さんね、もう、ね、もう10回ぐらいね、官事を辞任してもね、間に合いませんよ、これ。そのぐらいの大ミスですよ、これ。ね。うん、だけどですね、石破さんはね、えー、総選挙からね、一夜明けて、 えー、昨日ね、えー、昨日じゃない今日か、10月29日ですね、記者会見を開いてね、森山幹事長は続投と、ということを発表したわけですね。ねというのはね、これはね、まずね、11月、さっきも言いましたけど、11月11日からね、臨時国会、臨時国会じゃない特別国会、 これ、主犯指名のためのね、国会ってのは特別国会と呼ぶんですよね。特別国会をね、開いて、これはね、4日間の日程で開くんだけども、やることはね、主犯指名だけなんですよ。首相を指名するね。うん。これ、議会政民主主義の一番のね、原点、一番の基本ですよね。うん。つまり、国会でですね、選挙をやって、国会議員がね、国会議員が一堂に集まって選挙をやって、 で、そして、ね、首相を決める。ね。うん。で、その決まった首相が行政府を率いていく。ということですね。これが議員内閣制ですね。うん。ね。で、その議員内閣制のね、基本であるですね、主犯指名選挙ですね。これが11月11日に開かれる特別国会でやるということですね。そしてね、 えー、そこで、石破さんがね、えー、また首相になるためにはね、ね、うん、また、えー、再度ですね、この主,主犯指名を受けるためにはですね、えー、まずね、野党の協力が必要なんですよね。うん、野党の協力は、うん、というのは、えー、まずね、今215議席じゃないですか。自民党、公明党合わせてね。それじゃ過半数に届かないわけですよね。うん 関スに届かない。うん。なので、これはね、あの、他の野党に働きかけて投票してくれということですね。だけどこれ、他の野党はね、えー、連立政権組んでるわけじゃないので、それはもうね、断ると思いますよ。あそれはできませんと、ね。断ると思いますよ。ね。でそうした場合、どうなるかということですよね。でね、えー、そうすると野党の方はどうかと。 野党はね、250議席ですからね、過半数の233を超えてるわけですよ。だけども、ね、今回は、その、主犯指名でですね、立憲民主党はね、一番議席多いですよね。148議席だったかな。ね、その、そしたらその野田さんですよね。野田義彦と書くかどうかですよね。だけども他の野党は書きません、これは。今回は全然まとまってないので書かないです。 そうなるとですね、あのー、結果的にどうなるかというと、石破さん215票ですね。ね。まあその他にね、この、なんていうかな、まあ非公認の議員とかね、まあどれだけこう、その間にね、その復活するか、自民党にね、それによってまた票数はちょっと変わりますけどね。うん、いずれにしてもね、233までは届かないですよ。ね。うん。215がね、218になったりね。まあそんなような感じだと思いますよ。 ああで、それに対して、えー、野田さんはですね、えー、150ですよね。うん、150は148か。148ですよね。そうすると、石破さんの方がもちろん勝ってるけども、ただ過半数に届いていないので、過半数に届いていないので、これはね、まだ決まらないんですよ。どうするかっていうと、決選投票をやるんですよね。これ自民党総裁選と同じです。1位と2位でね。そうすると、 えー、石破さんと野田さんで決戦投票するわけなんですよ。決戦投票。その時にですね、野党のね、野党が、えー、どう書くかということなんですよ。ね。うん、どう書くか。ね、うん。そこのところでですね、えー、これはね、非常にね、あの、なんていうかな、今のところね、 えー、これはね、野田さんでね、えー、決まりということはないんですよ、ねうん。野田さんで決まりということはないんですよ、ね。どういうことかというとですね、これはね、ね、これは、ね、同じようなことは1993年にあったんですよね。うん、これはどういうことかというとね、これ何度も説明していますけども、細川連立政権ができたんですよ。これは野党が結集してですね、 8回派あったんですよね。8回派。で、その8回派のですね、野党が結集して、細川連立政権を成立させたわけなんですよ。それで自民党はですね、ゲアしたんですよね。うん、ね。で、この時もですね、全く同じだったんですよ。ね。全く同じだったんですよ。おやっぱりね、過半数はね、あの、確保できなかったんですよね。うん、えー 過半数はできなかった。ねうんえー、自民党は、ね、過半数は確保できなかったんですよで。野党は全部足せば過半数を超えていたんだけども、その時にですね、その8回法をまとめたのが小沢一郎さんなんですよね。小沢一郎さんが声をかけて、ね、我々は勝ってるじゃないかということで、ね、今我々がまとまれば、今政権交代できるぞと、ということで、 まあその一言で決まっ,っちゃったわけですよね。うん。よしやろうということで、まとまったわけなんですよ。そして細川連立政権ができた。うん。ということなんですよね。うん。これがね、あの、今回もですね、再現されるんじゃないかと。そういうですね、あの、恐れですね。これはね、自民党の中にね、まあ、少しあるんですよね。少し。まあ、少しとってなんで少しかっていうと、 野党がまとまらなかったということはもうこれ分かって分かりきった話なんですよね。うん、今回のこの総選挙を見てもですね、全然まとまってないじゃないですか。もう乱立しちゃってますよね。うん、なのでこれはね、その選挙軍をまとまるわけがないと。ということはもうね、まあ日を見るより明らかだと。ということなんですよ。ね。うん。そんなようなことなんですよね。うん。だけどもこれはね、一応なんていうかな、まあ頭の隅に置いてですね、 やっぱり、ちょっと警戒しておかなければいけないということですよね。うん。そして、この決選投票の時にですね、やっぱりね、あのー、この野党の、野党の方が、えー、例えば国民民主党がね、えー、この、石破さんと、そういうふうに書いてく、書いてくれるようにね、まあそういう、なんていうかな、まあ根回しというか、ね、うん、交渉ですね、多数派工作。 これができるのは、ね、当面森山さんしかいないんじゃないかと。というようなことなんですよ。ね。うん。<laughs> そんなようなことなんですよね。うん。そんなようなことなんですよ。ね。うん。だけどもね、えー、これはね、うん、えー、これはね、 国民民主党のね、えー、玉木さんね。玉木さんはね、もうはっきり言ってるわけですよね。うん。一つは、まず第1回目の投票ね。これはもう玉木雄一郎としか書かないと。もう断言してるわけなんですよね。うん。まあこれはね、えー、自民党にとっても折り込み済みだと思うんですよね。じゃあ2回目のね、決戦投票でどうするかということですよね。うん。 で、この時に、玉木さんはね、も、ま、う、あ、はっきり言ってるのは、いや、玉木雄一郎と、玉木雄一郎としか書きませんと,と言ってるわけなんですよ。ね。うん、ね。で、そうなるとこれどうなるかっていうと、玉木雄一郎っていうのはね、決選投票に出てくるわけないですよね。出てくるわけがない。うん、そうするとお、この玉木雄一郎とお書いた票っていうのは無効票になるわけですよね。無効票。 それと国民民主党はね、えー、これ 28, 28議席だったかな。うん、その28、ねえー、発表はですね、えー、全部その無効票となるわけなんですよ。玉木と書いたらね、無効票となる。そうするとですね、これはぐーっと減っていくわけですよね。うん、ぐっと減っていく。ねうん、でそうなるとこ、これはね、当然ながらですね、 え、野党はね、他の野党が、野党がまとまったところで、まとまったところでですね、えー、野田さんという票がね、多くなることはないわけなんですよね。うん。そうすると自動的に、えー、野田さんで決まりじゃないかと。ということになるわけなんですよ。ね。うん。そこら辺がですね、まあ、玉木さんはね、えー、非常にうまいというかね、うん。ね。これ、 ま、心の中ではね、石破ってね、えー、書こうかなと。ね。パーシャル連合を組むので、関係良くするためにね、石破って、ね、書いとこうかな、みたいなね、気持ちもあるかもしれないけども、それ書いたらですね、これまた、ね。うん。これ総選挙終わった後にですよ。野党がそんなことを書いたらですね、これひどいじゃないですか。ね。なので、そこはね、あの、ま、あ何て言うかな、ポーズでね、えー、あの、無効票を投じると。 無効票っては何かと言ったら、玉木雄一郎と書くんだ、みたいなね。そういうポーズをとって、無効票にすると。そして石破さんを当選させると。ということを考えてるんじゃないかと。と思うんですよね。うん。まあ、やり方うまいな、というふうに思うんですよね。うん。ね。うん。そういうようなことなんですよね。うん。でね、このね、これを前にね、説明したんだけども、 小沢さんね、小沢一郎さんね、まあ、細川連立政権をね、成立させた。ね、今回と同じようなケースでね。うん、でまあその後民主党政権も成立させたわけなんですけども、えー、その小沢一郎さんね、やっぱこれはね、さすがとしか言いようがないんだけども、もうね、選挙の前からもうね、各党を回ってるんですね。うんえー、これは僕のね、えー、情報としてね、聞きましたけども、もうすでに各党を回っていて、 これはもう根回しをしてるんですよ。根回しをしてる。ね。うん。だけども、えここでね、えー、連立政権ね、小塚政権と同じように連立政権作ろうじゃないかと。ね。うん。ということで、えー、その協力を求めたんだけども、これね、えー、その小沢さんの話にですね、えー、合算位を出した。じゃあそれで行きましょうと。ということを答えたのは、ね、 意外にも共産党だけだったということなんですよ。共産党だけ。ね。共産党といえばね、小沢さんと、それから C、C さんですね。えー、前委員長である C さんね。その人間関係ってのはね、これ強いものがありますよね。うん。なのでそこのところでね、まあ人間関係でそういうふうになったと思うんですよね。あとはね、ダメなんですよね。あとダメ。うーん。 これは維新も国民民主もダメです。ね。令和もダメです。ということなんですよね。なので今回はですね、野党のですね、このまとまり一つに固まって、政権交代、ね、これをやると。ということはこれできないということなんですよね。あね本当にね、やろうと思えばできるんですけどもね、今回ね。 200、うね250取ったわけですからね。だけども、これはや,やらない、できないということなんですよ。ね、うん。でね、そのできないというね、その理由ですね、一番大きいのは何かっていうことね、うん。これもはっきり言えば、野田さんの存在なんですよ。野田さん。ね。例えばね、これね、えっ、ー、と、令和代表のね、山本太郎さんですね。ね。 これ、令和はね、今回躍進しましたよね。3議席から9議席になりましたよね。うん。だあともう1議席取って10議席になればですね、これは単独でのね、えー、議案提出権がね、出ますよね。できますよね。うん。えー、要するに、令和単独で国会にね、えー、議案ですね。うん。これをね、提出することができるわけなんですよ。ね。 うん、そうするともう完全な政党、政党ですよね。うん、じゃあね、これあと一人ね、これわかりませんよ。例えば立憲民主党あたりでね、令和とすごい考え方がね、共通している人ってね、やっぱいると思うんですよね。その人がね、その令和に今回ね、え行、ー、けばもう10人になりますよ。そうなると、これは令和はね、本当に立派な政党ということになりますよね。単独での議案提出権を持つね、 うん、でその令和の山本太郎さんがですね、こう言っているんですよ。えー、っとね、えー、っと、g 通信のね、記事を読みますとね、えー、っと、近く招集される特別国会での首相指名選挙に関し、えー、山本太郎代表は記者会見で、立憲民主党の野田代表の名前を書く条件として、えー 消費税は最低でも 5%, 減,5減税は絶対に必要だ。と述べたと。ということなんですね。うんえー、つまりですね、これはね、ね、令和にですね、この野田さんで行こうという話はね、しているんだけども、えー、山太郎さんはね、条件を出してるわけですよ。どういう条件かというと、消費税の5%減税。これは最低でも必要だ。と。 これをやれば考えます。ということなんですよ。ね。うん。ね、で他のね、政党もね、まあ多分同じことを言うと思いますよ。消費税減税です、やっぱり。ね。うん。これ誰が考えても、やはり日本経済をね、今とにかくそこがして底上げするのは、消費税減税が一番なんですよ。ね。うん。これ経済的効果。ね。そして経済的効果を、 えー、さらに、加速させるために、心理的効果。その面から言っても、消費税減税が一番なんですよ。ね。これはね、山太郎さんが言うように、5%減税したら相当これ上がりますよ。ね。これはね、あのー、まさに、例えば食品とかね、うん、そういうものだけじゃなくて、この贅沢品とかね、 そういうものにもですね、この5%減税相当効きますよ。例えば自動車一つ取ったってですよ。ねえ。うん。これ住宅もそうだけどもね。5%減税。ね。そしたら今のうちに買っておこうというね、話になるじゃないですか。ね。買おうと思う人は今のうちに買おうと。ね。うん。ちょっと一年前、前倒しでやっぱりこ今この際買っとこうか、みたいな話になりますよ。ね。 うんえー、ねえ、車、ね住宅、例えばね、ヨットとかね、ものすごくね、この大きいものですね。それはね、やっぱりそうすると経済が動くじゃないですか。ね。そこなんですよ。ね。まあ、それに対してね、野田さんがね、ダメなんですよ。消費税減税はね、言わないんですよ。ね。言わないんですよ。ね。うん。立憲民主党はね、 あの、戻し税方式なんていうのをやってるわけですよね。うん、つまり、えー、これはね、まあ、消費税払ったね、その分だけですね、えー、これ所得税の方で減税すると。ね。そ,のそちらの方で、えー、税額控除して返しますよと。そんな七面倒くさいことやってるんですよ。ね。七面倒くさいこと。ね、うんそれもね、 えー、この低所得層に限ってということをやってるわけですよ。これね、うーん、なんて言ったらいいのかなまずねうん、低所得層に限ってというね、ことなんだけども、それじゃない経済政策の意味がないんですよ。ね。うん。これね、経済がうまくいってる時にですね、社会政策として考えるならば、その政策はいいですよ。ね。 消費税の逆進性をね、直すということでね。うん。だけども今必要なのは社会政策じゃなくて経済政策なんですよ。経済を上げていかなければいけないんですよ。消費をね。その時はもうスパーンと消費税減税するんだと。それしかないし、これがね、税金のですね、ビルトインスタビライザーの役割なんですよ。ね。景気が悪い時は税率を。 下げるんですよ。常識の話で、ね。コロナ明けにですね、もうい,いろんな国がね、あの、消費税ね、各国の感染税ですね、それ下げてるんですよ。下げてる。何のためその国の経済をね、底上げするためですよ。底上げして、ね、国力が落ちないようにするためですよ。 そうやってお金を回していかないと国力が落ちるんですよ。野田さんなぜそれがわからないね。戻し税なんてやったって意味がないんですよ。景気対策として意味がありますか意味がありますか答えてくださいよ。全くないんですよ。ね。で、なんでそれ野田さんが言ってるかっていうとね、これはまあもちろんね、推測ですけどもね、はまず当たってると思うけども、 ね。うん。これは、えー、消費税っていうのはね、一つは財務省なんですよね。うん。財務省というのはね、えー、これ減税したら、バッテンになるわけなんですよ。バッテン。ね。うん。えー、というのは、財務省の役割っていうのはこのね、国の財布をね、開け閉めすることですけどね。なるべく閉めておきたいんですよ。それがね、えー、一つの社会的使命なんですよね。うん。 ね、うん。なので、えー、例えば、酒税局長であればですね、そんなね、減税なんかね、やったらですね、自分のね、点数が下がるわけですよ。バッテンついてね。そうなるともう時間への道がね、遠のいちゃうわけですよ。ね。で、その、その時の時間はね、時間は減税なんかすれば、そこにまた時間にもバッテンがついて、ね。 えー、有力な天下り先を失うわけなんですよ。ね。なので、えー、減税、消費税減税を、やりたくないんですよ。ね。えー、ところが、戻し税方式だとですね、消費税減税じゃないじゃないですか。ね。えー、つまりね、えー、消費税で取った分はですよ。これは、えー、税額控除で、所得税の方で返しますと。ね。それは、後から言われたって、 いや、それは消費税の減税じゃないと。ね。そういう方式でここは切り抜けたんだと。というふうにね、言えるわけですよ。この財務省の中でね。そうすると、バッテンつけようと思ったのはやっぱりバッテンじゃないなということになるわけなんですよ。ね。そういうね、財務官僚の都合だけなんですよ。ね。うん。なので、ね。 これ、野田さんってのはね、財務大臣やりね、その前にね、財務副大臣やってるんですよ。もうその頃からもう洗脳されちゃってるんですよ。ね。これ、枝野さんも同じですよ。さらに言えばね、その前の菅直人さんも同じですよ。完全に財務省に洗脳されちゃってるんですよ。ね。うん。もうこれね、 頭がね、まあまあ、ちょっとはっきり言えばね、うん、ちょっとね、もうちょっと考えてほしいですよね、しっかりとね、うん。ちゃんと経済のことね、勉強してくださいよ、ね。何のために税のね、ビルトインスタビライザーね、機能があるんでしょうかね、これね。勉強してほしいですよね、うん。というようなわけで、立憲民主党以外はですね、みんな、 消費税減税を言ってるわけですよ。ね。ところが、野田さんが、ね。まだ言ってるんですよ、戻し税なんて。まだ言ってるんですよ。なので、みんな引いてるんですよ。あ、ダメだ、こりゃと。ね。ダメだ、こりゃと。引いてるわけですよ。ね。その典型が山本太郎さんですよ。ね。消費税は、最低でも5%減税、絶対に必要だと。ね。これが、 えー、まさに、このね、共闘を組むですね、立憲民主党とね。うん、そして野田さんの名前を、ね、各条件と挙げている人、挙げているわけなんですよ。ね。うん。ね。だからね、このままじゃ野田さんはね、絶対に政権なんか取れませんよ。ね。うん。ね。まあ、ひょんとね、ひょっと政権取ったとしてもね、野田さんが首相ではね、国民は不幸になるだけです。 日本はね、落ちる一方です。ね。うん。それを考えないといけないですね。うん。なのでね、これはね、えー、今回ね、野党はまとまりません。まとまりません。全くまとまりません。ね。えー、ということで、これは当初の予想通りですね、えー。今回はね、このチャンスを逃がして、ね。逃がしてですよ。そして、 来年夏の参議院選挙ですね。まあ、この辺が山場になるというね、ことですね。うん、ね。まあ、というわけでね、まあ、当面ね、じゃあね、じゃあね、この野党のね、連合はね、えー、ね、えー、ダメだとしてもですよ。じゃあ当面今の動きはどうなるかということですよね。うん。で、まずはね、まあ、主犯指名ですよね。11月11日からの特別国会ですよね。うーん、ね。 ま、ここでどうなるかということで、さっき言ったように、石破さんと小野田さんの決戦投票になると。ということですね。うん。ね。そしてね、えー、これはね、うん。えー、とにかくね、えー、この決戦投票ね、決戦投票の結果ですね、まあ、どうなるかということなんだけども、 ね。まあ今ので言ったら、ね、順当に言って石破さんですよね。うん。石破さんの方が野田さんの上をね、行くことは確実ですからね。うん。だけども、これはね、ね、今ね、この自民党からの造反はないのかどうかっていうね、これもね、えー、若干注目されるんですよね。うん。まあ最初に言ったように、高市さん、麻生さんね、まさか、ままさかっていうかね、 ここで造反することは、よもやないだろうなっていうね、えー、ことがね、えー、あるんですね、うん。ここで造反するってのは随分早いなっていう気もするんだけどもね、うん。まあ今のところね、そういうなんていうかな、空気は盛り上がっていないので、まあそれはないんじゃないかっていうね、えー、気もしますけどねね、うん、ね。うんね そして、えー、この石破さんはですね、えー、さっきも言ったようにですね、まず国民民主党のね、玉木さんにですね、政策ごとに連携していくね、このパーシャル連合をですね、これを呼びかけると。もうすでに呼びかけているわけなんですけどね。うん。そして、えー、当面ね、この臨時国会でね、この経済対策ですね、補正予算案ですね、これをまずね、通したいと。お、ということなんですよね。 うん、ね。なので、これはね、石、え、破、ー、さんはね、この玉木さんがね、えー、言っているですね、電気代、ガス代ですね、それの値下げね、電気ガス料金の値下げですね、そういうね、えー、この家計支援のね、政策ですね、経済対策、ね、これを補正予算に盛り込むと、というようなことをね、考えてるみたいですね。うん なので、そうすれば、そうすると、玉木さんとしてもね、これ賛成しやすいですよね。うん。そうなると、とりあえず、この臨時国会の補正予算案は成立。ということで、えーまあ、ここは一つ切り,抜切り抜けることができると。という計算なんですよね。うん。ね。<laughs> そしてね、玉木さんとしてはね、 えー、このね、以前から言って、言っていたね、ガソリン税の引き下げですよね。まあ、トリガー条項のね、凍結解除ですよね。まあ、これね、うん、これ玉木さんずっと言ってるんで、えー、これ国民民主党のね、まあ、公約みたいになってますよね。うん、で、これはあこの、ね、自民党はこの際それを飲むと。ね。うん、えというようなことがね、あると思いますね。うん、まあそうやってね、 えー、とにかく、えー、この国民民主党がね、ずっと求めているもの。それを、えー、石破政権がですね、えー、それをまな、なんていうかな、まあ、法案としてね、実現していくと。というね、ことがね、えー、これからね、出てくるんじゃないかと思うんですよね。うーん。ね。うん。そしてその玉木さんはね、えっ、ー、と、これは、え、TBS 系の情報番組、N スターですか ?N スターね。 そこにね、生出演してね、こういうふうに言っているんですね。うんえー、その玉木さんの言葉をね、引用するとね。えっ、ー、と、対決じゃなくて、協議して解決策を見つけようと言って、我々にこれだけの票が入った。日本の政治文化を変えていく一つのきっかけにしたいなと思うんです。対決型の国会から、丁寧に合意形成をする国会に変えていく。そのきっかけになれば、 与党の過半数割れは必ずしも悪いことではない。というふうに言ってるんですね。うん、まあ、これはね、まあ、対決型、それからね、えー、まあ、丁寧にね、丁寧に合意形成をする方ですね、うん。これはまあ、もちろん当然ながら両方あっていいと思いますよね。両方あっていい。ね。うん、ねこれ、対決型ってのはね、まあ、とにかくね、えー、まあ、安倍さんの時はね、 えー、この防衛予算のね、突、え、然、ー、の2倍であるとかね、まあ、いろいろね、対決法案が出ましたよね。うん。だけどこれね、まあ、相手が石破さんですからね、うん。石破さんですから、これは野党としてもね、この玉木さんの言うように、対決だけではなくて、確かに合意形成ですね。えー、そういうね、道もね、これは大いにあると思うんですよね。 うん、大いにあると思うんですよ。なので、そうやってね、まあ、えー、一つ一つね、えー、乗り越えていくっていうかな。そのね、えー、やり方っていうのは確かにあると思うんですよ。ね。うん、確かにある。ね。だけど、最終的には、ね、内閣審議案ですね。それが出る可能性があるということですね。うーん。ね。うん ま、基本的なところでは、ね、部分的な法案ごとにはですね、ま、パーシャル連合というかね、そういうことをやってもいいんだけども、基本的な線はですね、やはり、自分たち、野党で政権を作ると。ね。というわけで、内閣不信任案を提出すると。というね、ことがね、やっぱりね、大いに考えられるところなんですね。うん。ね。ま、そうしたところですね、 この内閣不信任案が出てきたら、えー、じゃあ、この自民党のですね、反乱軍はどうするかですよ。ね。うんえー、高市麻生連合軍ですね、反乱軍ですね。これがね、えー、まあ、極端な話ね。その不信任案に乗っかっちゃうというね、手ですね。うん、まあ、しかしそうなるともうこれはね、自民党分裂にまで、ね、行かざるを得ないですよね。うん でそれを避けるには、この不信任案ね、この採決を図るときに棄権するということですよね。まあそうするとこの不信任案が可決される可能性がね、こう高いですよね、うん。というところがね、この内閣不信任案をめぐってですね、えー、この臨時国会、それから通常国会ですね、ね えー、自民党内でも駆け引きがね、相当激しくなると思いますね。うん。ということでね、石破政権ですね、もうとにかく、一番最初は乗り切ったとしても、ね、まだまだ大変な波乱含みでね、うん、まだまだ、えー、全然この白票をね、踏む思いでですね、政権運営していくっていうのはこれはね、えー、まだまだ続きますね。うーん。ね まあ、というようなことでね、本日はね、まあ当面のね、えー、石破政権ですね、どうやって乗り越えていくのかなと。ね、ああそこのところで、えー、国民民主党の玉木さんですね、えー、そのパーシャル連合の助けを借りてやっていくと。まあそういうのはね、大筋ではね、そういう話ですね。まあそれをね、ちょっとね、えー、丁寧にね、説明してみました。まあということでね、 え本日はですね、この辺りで終わりたいと思いますけども、最後にね、ちょっとお,お知らせタイムいただきましてですね、これは日本を壊した政治家たち,たちですね、えー、この僕のね、最新刊中の最新刊ですね、うん。これはね、安倍さんと岸田さんですね、えー、特に第二次安倍政権ね、本当にね、日本日本政治、日本社会を、ね、壊しまくったんですね。うん 今の上皇ですね、平成の天皇ですね、これ民主的な考え方をね、する人だったので、安倍さんとね、ことごとく対立していたんですよね。うん、ね。で、えー、そのね、その安倍さんがね、安倍政権があ、このね、いろいろなイベントとかね、まあそういうものをですね、まあやるときに、ね、まあその天皇はですね、まあこういうふうに発言したいとか、こういう行動をしたいとか、 ということをね、思っていたんだけども、ことごとくね、それがね、ダメになったんですね。うんまあ、そのことを僕はね、天皇のこの相談役の方にですね、まあ、逐一に話を聞きまして、ね、そしてそれを、えぇ、ー、赤裸々にですね、総合的に書きました。ね、うん、この問題ね、えー、関心が強い人、ね、多いと思うんですよね。えー、ぜひ読んでいただきたいと思います。 そしてね、えー、それだけではなくてですね、核燃料サイクルの問題であるとか、アメリカから高額兵器を買い続けている問題であるとかですね、うん、あるいはあコロナの問題であるとかね、まあそういったことね、まあ安倍政権の時代のね、同時代リポートですね。うん、まあということで、ぜひですね、えー、買って読んでいただきたいと思いますね。これはね、えー、っと、結構分厚い本でですね、ハードカバーなんですね。 うんね、この本の買い方はですね、この僕の動画の下にね、えー、これ、一月つき万冊のですね、この本だけのための、えー、専用サイトがあるんですねで。その青い文字をですね、クリックしていただければ、まあ、それが出てまいりますので、まあ、えー、その中身、本の中身をね、紹介してありますので、それを読んでね、えー、そして、まあ、買っていただきたいなと思います。そしてね、えー、それだけではなくて、 一般書店であるとか、あるいは Amazon でもね、売っておりますので、えー、ぜひね、購入していただきたいと思います。まあ、というわけでね、本日はこのあたりで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。